写真拡大。阪神は19日ソフトバンクを今季限りで退団したロベルト・スアレス投手28と来季の選手契約を締結したことを発表した。1年契約の年俸8000万円。2017年4月にトミー・ジョン手術を受け、18、19年と本来の投球ができていない右腕。だが球団幹部、矢野陽大監督、51ともに術後数年で復活するトミー・ジョンの法則に期待して獲得したことを明かした。金額は推定。矢野監督が19日、全てにおいてちょうどいい選手とスアレスの獲得を喜んだ。まずちょうどいいのは谷本球団本部長が強調したようにトミー・ジョン手術からの期間。球児も元の剣よりすごいでかい剣を移植したから初めは硬く感じるって言ってたけど、もうだいぶ馴染んできていると思うしねと守護神の例を挙げながら完全復活を期待する。さらに28歳の年齢、それもちょうどええ年。まだまだ働けるし、ここ何年かは怪我もあっていいパフォーマンスが出せてないっていう悔しさがある部分もちょうどいいと新天地での大暴れを思い描く。一番パフォーマンスを発揮できるのは短いイニングでバシッといく方かなと今思っているくらいで、先発、中継ぎと両方をやった経験があるというのもプラス。力もまだまだあるピッチャー、いい補強ができている。続々と助っ人獲得の吉報が舞い込む現状にご満悦の様子だ。